皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。今回も前回と同様、台湾のシリーズ、第2弾ですね。今回は夜市、名前がね、なんて読むんかちょっとごめんなさい、わかんないんですけど、泊まったホテルの近くにちょうどね、夜市があったんで、それをちょっと見てきました。それではよかったらご覧ください。おそらくこれのことを言ってんのかな、夜市。ああ、多分そうや。ああ、こういう感じです。あ、故障。ああ、なんかエビ釣り。ああ、ほんまにあれですよね。日本の祭りの出店と一緒ですね。もうちょっと食べ物とかなんかその辺がすごいかなと思ってたら、あ、でもそうでもないんかな。あ、こっからが、あ、こっからですね。まあ、なんかリクロおじさんっぽいのがある。あ、これも絶対腹減ってた、もう絶対楽しいやろうな。もう今日ね、ちょっと動画ではほとんど映ってなかったんですけど、まあ、こっちでね、京都の丸井で出店してた時に来られたお客さんが、まあ、台湾の方で、まあ、その人とね、友達になって今日、まあ、会ったんですよ。でその人とその友達さんと、まあ、自分とで3人で、いろんなとこを連れて、まあ、いろんなとこいうか近場ですけど連れて行ってもらって、結構ね、すごい親切で、お土産とかね、何でもかんでも買ってくれて、もうお腹がいっぱいすぎて、で今全然食欲がもう湧かないというね。こんなに美味しいものがそばにあるのに、そこが残念です。あ、ちょっと人多いんで外れます。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、ほんまね、誰一人として自撮り棒を持ってこういう風に動画撮ってんのね、自分だけなんですよ。まあもうちょっと結構恥ずかしい、まあええかとは思ってるんですけど、ほんとね、誰もおれへんいうのはね、ちょっとびっくりでした。もう少ないなと思ってたんですけど、全く誰も使ってないというのはね、びっくりでした。はい。はい、以上でした。もう次回台湾に行った時は、もうほんまにね、夜市、お腹空かしてもほんまに食べたい。今回ね、すごくね、一緒に、台湾を案内してくれた友達がすごくよくしてくれて、本当ね、もうありがたかったんですけど、まあちょっとね、よく言えばちょっとお腹いっぱいやったんで、次は夜市で食べたいなと思ってます。はい、今回も最後まで見ていただいてどうもありがとうございます。